少林寺境内の白造巣ロゾ造巣、白造主は日本の陽子、稲荷神。大阪府堺市にある少林寺に逸話が伝わっており、その逸話は狂言、釣り狐の題材となったとされる。また、江戸時代の祈談集、絵本百物語や行上記、俗武将喚上記に白造巣の説話がある。京都府京都市にある大徳寺の達中、流芸院に、 白ゾ巣の屏風があるほか、大分県佐伯市の回福寺、大阪府の瀬町の七宝寺でも、白ゾ巣大前身として祀られている。泉名所杖巻の一より、竹原春朝祭が、白ゾ巣永徳元年に、泉にある昌林寺達中の幸運岸の十両に、白ゾ巣という僧がいた。白ゾ巣は、稲荷大明神を常に信仰して、毎日法制を怠らなかった。ある時、 竹林にて三本足の白子に出会い、連れて帰って、可愛がった。この狐には、冷静があり、吉狂を告げたり、盗難を防いだりした。その狐の子孫も三本足であり、寺内に住んでいたという。白ゾースには、狩猟が好きなおいがいたが、白子はこのおいを恐れ、白ゾースに化けてそのおいの家に行き、摂政の罪について語り、戒めた。しかし、このおいは、 狐が白雑スに化けていることに気づき、ネズミの天ぷらで引き寄せ漁してしまう。この話を題材として、狂言、釣り狐が作られたとされる。この狐は、狂言師が心を込めたのを感じ、老人に化けて、狂言を見てさらに狐の動きを教えたともされる。また、その後の人たちによりこの別個は、白雑ース稲として放廃された。この話は、江戸時代の知史。 坂井明、南馬丸、泉州市、泉名所杖や江戸時代の随筆、和語連珠類書、和漢三サイズ等に掲載されている。現在ではご身体は、秘物となりご会長はしないが、昔は何十年に一度のありで会長したとも伝えられる。今日では、御前立の狐像のみ、参詣者の希望があれば会長する。少林寺では、 毎年3月21日に、春季祭という陳樹寺郎造水なりの例祭が行われている。なお、泉名所図への差し絵を担当した、竹原春長祭の子が、絵本百物語の差し絵の竹原春泉であり、親子共に白造巣の絵を描いていることになる。俗武将官上記に、丹野は通る祭のところに、少林寺の幸運案の白造巣を名乗る僧が訪ねて、来るが、実は、 狐が化けて語っていたことが分かり、通る際の前で女性や武士に化けて見せたという話がある。竹原春仙が絵本百物語より白象巣スが意に伝わる話として以下のように述べられている。白象巣スとは本来は宝刀寺という寺の僧の名で彼の老いの漁師、矢作が狐を捕らえて川を売って生活していた。 彼の住みの近くの夢山という山には多いた白子がいたが、多くの小狐を野作に捕らえられたため、彼を恨んでいた。そこで、狐はおじ、白ゾーに分けて、野作を訪ね、殺生の罪を解いて狐鳥を戒め、代わりに金を渡して狐鳥の罠を持ち去った。しかし彼は金を使い果たし、再び金を恋に、おじの寺を訪ねようとしたので、狐は寺に先回りして、 本物の白ゾウスを食い殺し、自らが再び白ゾウスになりすまし、狐鳥を追い返す。以来50年以上も住職を務め上げた。ある時に鹿狩りが行われ、白ゾウスは人に混じって、それを見物していたところ、狐の正体を見抜いた犬に噛み殺されてしまった。人々は狐のたたりを恐れ、祠を立てて狐の森として祀ったという。以来、 狐が胞子に化けること、または逆に胞子が狐のように振る舞うことを白ゾウスと呼んだという。妖怪研究家、田勝克美によれば、白ゾウスの名は、白は、陽子の一種である白子の、白が、由来とされ、狐が化けたのがおじであることも、おじの、白が、人と、白の字の合成であることに暗示されている、と述べている。この、絵本百物語に述べられている夢山は、 近世以降には、あたご山と呼称され、現在の甲府市甲府中町にある大泉寺の、寺寮だった山で、大泉寺にある、夢、山稲荷尊天で祀っているのは、百古ではあるが、大泉寺の住職は、絵本百物語のように狐が僧に化けた話など、聞いたことがないという。京都の流言院には、僧の姿の狐を描いた屏風がある。日本画家、 鈴木松年が英徳年間の境で、少林寺の僧、白ゾーの飼っていた狐が吉狂を告げたという逸話を元に描いたと言われるもので、流言院に収められたのには以下のような経緯がある。1960年、大阪府に住む人物が流言院を訪ねた。その者が言うには、家業不振が続くので、行者に見てもらったところ、 もし家に狐を描いた掛け軸や屏風があれば、その狐は修行中のみで、もっと修行を従っているので、早くどこかの寺に収めるようにと言われたという。家には確かに、境の伝説を描いた白ゾースの屏風があったが、収める先の検討がつかなかったところ、行者は、狐の望む寺が京都にあるかもしれないと助言した。そこで京都まで来て歩き回ったところ、流言院の前で、 足が動かなくなり、意を、決して尋ねたとのことだった。流言院でも、かつての和尚が下妻に狐靴と、面した逸話があり、狐と少なからず縁があったため、流言院の住職は、狐の屏風に因縁を感じ、申し入れを承諾した。以来、元の持ち主だった家は平穏に暮らすことができた。この白ゾ巣の屏風はその後も、流言院の下妻、狐靴にあり、 一般公開されている。狐がそうに化けた話として、京都の小国寺に伝わる、相丹狐の話や、漢方時代の雑書諸国里人団巻後に、記載の白蔵巣の話がある。月岡義都氏が、月百、姿くありがとうございます。